不動産古墳は、群馬県高崎市、綿貫町にある古墳。形状は、前方後円墳、綿貫古墳群を構成する古墳の一つ。高崎市指定史跡に指定されている、群馬県南部、井の川下流の右岸地域に築造された古墳である。一帯では、前方後円墳4基及び、円墳群が分布し、綿貫古墳群を構成する。 現在までに前方部は大きく作兵を受け、墳庁には不動尊が祀られるほか、1962から1964年2009年度に発掘調査が実施されている。墳景は前方後円形で前方部を西南西方向に向ける。墳球表面では吹き石、埴輪が検出されている。また墳球北側首レブには作り出が認められており、埴輪列、 弾きが検出されている。墳糾周囲には縦型の集合が巡らされる。主体部の埋葬施設は明らかでないが、現在は紛町に大型の業界岩性栗抜き式船型石棺の身部が依存する。この不動産古墳は古墳時代中期の5世紀後半頃の築造と推定される。綿抜き古墳群は、不賢寺浦古墳、不動産古墳岩花双子山古墳。 綿たぬきかの鬼山古墳の順の築造とされ、一体における5から6世紀代の有力豪族の存在が示唆される。古墳域は1992年に高崎市指定史跡に指定されている。墳町の栗ぬき式船形石棺出土延東派には、朝顔形派には群馬県立歴史博物館展示。古墳の規模は次の通り。ありがとうございます。